トベの広報が辞める理由は衝撃的な真実。企業の闇に迫る驚愕の物語。トベは最近の話題の中心にあり、その人気は爆発的です。しかし、その裏で社内での心配事も浮上しています。タレントのスタッフ離脱や社長の行動に対する懸念が出てきています。この状況下で私はトベについて考えさせられます。 新しい会社が立ち上がったばかりで、右往左往するのは当然のことです。多くの人々が挑戦に心を動かされ、その場に集まっています。スタッフも同じです。結局のところ、社長の独断選考に嫌気がさして辞めるというのは言いたいことでしょう。しかし、社会のペースも若者のペースも早いので、それに合わせる必要があります。 もしトべが従来のやり方でスタートしていたら、間違いなく業界の球体依然とした姿に押し潰されていたでしょう。マスコミは直接取材できなくても、SNS での影響力を利用して露出度を高める方法を乱し、その結果、ネットがテレビの代わりとなり、有名ブランドのアンバサダーや取材対象になることが当たり前になってきました。しかし、 これを一過性のものにしないためには、まだまだ前進しなければなりません。ベテランは自分の手法に自信を持っていますが、他者の意見を受け入れにくい傾向があります。他の会社で活躍した人が新しい会社で自分のやり方を実践できると考え、しかし、社長の指示の方が強力で自分の役割がない場合、社長の勝手さについていけない、と感じて辞めることがよくあります。 ただし、会社の規模が小さい場合は、社長の意思がすべてを動かしますが、組織が大きくなるにつれて、社長が中間管理職の意見を尊重せず、すべてを自分の指示通りにしようとして、組織が崩壊することもよくあります。起業家は有能ですが、一人でできることを超えると、周りの人を信用せずに、会社が潰れてしまうことがあります。この記事は結局、 A さんが辞めることやタッキーの手腕が強すぎてナンバーアンダーライン I にとって足かせになる可能性があるというニュースのようですが私にはその関連性がわかりませんナンバーアンダーライン I の人気があるからといって他の会社と同じような問題が起きることはよくあることです広報の A さんが辞めることが記事になるのはプレッシャーが大きいでしょうし その記事が彼女の能力を貶めるものであれば、それはよくありません。本当のことは本人しかわからないので、このような記事はファンやアンチにとっても関係がありません。トベはまだまだ新しい会社です。様々なチャレンジや試行錯誤は当然のことであり、その過程でバタつくこともあるでしょう。 大手企業から移籍してきた A さんが1年で辞めることがニュースになるほどのことなのかは疑問です。大手に異様がいまいが、A さんとタッキーのやり方が合わなかっただけの可能性もあるからです。飛べの成功を願って辞みませんが、その裏にある社内の問題にも目を向ける必要があります。彼らがこれらの課題を克服し、持続可能な成長を達成するためには、 さらなる努力が必要です。最後に、トベが成功するためには、彼らのアーティストやスタッフ、そして関係者全員が協力し、一致団結して前進することが重要です。トベの今後について、あなたはどう思いますか彼らはこれらの課題を乗り越えることができるでしょうかそれとも、ますます困難な道のりが待ち受けているのでしょうか ご意見をお聞かせください。